やってきたのは県庁通りからすぐ近くにありますホテル三協の1階に新しくオープンしました台湾パンケーキ専門店のカフェロブです。では早速店内へ行ってみましょう。新しくオープンしたということでお花もあります。色鮮やかで素敵ですね。店内はかなり広くて温かい雰囲気がします。そんなお店でいただけるのがこちら、もちろん台湾パンケーキです。出た。今日はですね、2月限定の追い生チョコソースバレンタインパンケーキをご用意いただきました。いちごがたっぷり乗っていて贅沢ですね。美味しそう。では早速いただきたいと思うんですが、こちらの生チョコをたっぷりとかけていただきます。そうか、わあ、とろとろ美味しそう。いや、追うんだね。追うんですね、チョコですね。追いチョコ、追い生チョコしましたよ。では早速いただきます。ふわふわです。まさにインスタ映えですよね。チョコソースをたっぷりつけていちごも乗せまして、さらに隣にありますアイスクリームも乗せていただきます。それアイスクリームなんですか。すみませんね、いただきます。うん、いや幸せ。いちごの酸味と生チョコソースの甘み、そしてアイスクリームの甘みがとても合います。さらにこのふわふわのパンケーキが口の中に入れた瞬間シュワッと溶けていくんです、まさに新食感。この食感の秘密は作り方にありました。国産の小麦粉を使用しまして、空気を含んだメレンゲを加えた生地を銅板にむにゅーっと出していきます。ここからが重要なんです。銅板で蒸すように焼くことでふわふわな生地が出来上がるんです。いろんなパンケーキがありますので皆さんぜひチェックしてみてください。キャラメルですかね。わ、そして改めてこの大きな窓が開放的で素敵ですよね。さらにこちらにはテイクアウトメニューもあります。パンドラと言いまして、洋風のどら焼きなんだそうです。美味しそう。ここからはオーナーの斉藤さんと一緒にお伝えしていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。リニューアルオープンされたということで、はい、新しいお店に込めた思い教えてください。はい、駅近ということで多くのお客様に利用していただきたいということでこちらに移転してまいりました。なるほど。あの駐車場も完備されているということなので、はい、そうです。気軽に立ち寄れますね。新しいメニューも追加されたということなんですが、はい、そうなんですか。ご用意いただけますでしょうか。はい、かしこまりました。ありがとうございます。楽しみ。どんなメニューなんでしょうか。パンケーキ専門店ですからね、違う味なのかな。じゃ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 ーん、こちらは何ですか。ハンバーグランチです。ハンバーグです。いやー美味しそう。いつもお昼に提供しているそうなんですが、今回は、はい、特別にご用意していただきました。プレートになった。うわー、色鮮やかで美味しそうですね。パンケーキだけじゃないですね。ではメインのハンバーグをいただきます。卵がプチュってなる。いやね、上の卵も美味しそうで、肉厚ですね。いただきます。美味しそう。うん、美味しい。ハンバーグが肉厚でとてもジューシーで美味しいです。こちらのランチセットはスープもデザートもドリンクもつくんですね。かなりお得です。本当だ。さらにこちらのお店ではもう一つ新しいメニューがあるんです。それがこちらです。台湾ビールなんです。来た来た来た。お仕事中なんですが。そうなんですか。今日はいただきたいと思います。失礼します。これね、屋台で飲むと美味しいんだ。美味しそう。美味しいですよ台湾ビール。結構初めての台湾ビールいただきま す。飲みやすいのか。うん、斉藤さんがおっしゃったように飲みやすいです。喉越しいんです。後味が、味がすっきりしていて、うん、いろんな食事にも合いそうですね。いや本当に美味しいです。ありがとうございます。